仏教美術日本美術には実に多様な種類がある。陶磁器、彫刻、絵画などその種類は多い。また長い歴史を持っており、日本に人間が住み始めた紀元前1万年頃から現在まで継承されている。紀元前1万年頃を起源とする日本の芸術文化は歴史的に見ると新文化あるいは外国の考えが突然流入してくる時期があり、 その後に海外との接触がほとんどない時期が長く続いている。年月を経て日本人は外国文化の要素を吸収し真似、そして同化して日本独特の美的思考を完成させる能力を身につけた。日本における最初の複雑な美術は仏教と密接に関連付けられたもので7、8世紀頃に生まれた。9世紀になり、 日本が次第に中国と距離を置き、自国の表現方法を生み出し始めると、今度は非宗教的な美術に重点が置かれた。10世紀から12世紀までの国風文化と陰世紀文化の時代には、日本人好みの文化、和洋が洗練されていった。神殿作りの和洋建築には、浄土教の影響を受けた浄土式庭園が造成された。前週が、 盛んになる13世紀中期以降は、枯山水が流行し、15世紀後期まで、仏教美術と非宗教美術の双方ともが繁栄した。応仁の乱後100年以上にわたり、日本では政治的、社会的、そして経済的に分裂した、戦国時代に突入した。日本庭園、徳川幕府が治める江戸時代に入ると、組織的宗教は、 人々の生活にはほとんど影響を及ぼすことはなくなり残った美術は非宗教的なものばかりであった。日本庭園は17世紀初期より大名の広大な邸宅に下遊式庭園が作られるようになった。絵画は日本では良質な芸術表現として好まれ、プロもアマも同じように制作を行っている。現代に至るまでは日本人はペンよりも筆をよく用い、 古くから筆に馴染んでいたため、絵画の美しさや価値を鑑定する目は鋭かった。浮世絵江戸時代に、いわゆるポップカルチャーが大人気となるにつれ、浮世絵と呼ばれる、規範画が主要な芸術手段となり、浮世絵の技術は、日刊新聞から教科書に至るまで用途にぴったりと、あった色彩豊かな作品を生み出した。この時期の日本人は、彫刻を芸術的な表現として好まなくなっていた。 というのは、日本の彫刻の大部分は宗教と密接に繋がっており、伝統的な仏教が次第に力を持たなくなった。日本社会においては彫刻は衰退していった。日本の陶芸は優れており、日本文化においても最も古い歴史がある。日本建築においては、天然素材と建物の外部と内部の空間の調和へのこだわりという、日本人の思考がよく現れている。 今日の日本は、間に、新しい思想をはらみ、世界を包括し、様々な文化を統合したトレンドを生み出すことで、現代美術、ファッション、建築などにおいて、他国と競うほどの影響力を持つ。明治に入り西洋の文化が導入され、今までの山和絵や唐絵、墨絵といった、従来の絵画に、西洋画が加わった。それに伴い従来の日本独自の絵画表現が、 西洋画に対抗して日本画と名付けられた。従来あった海外様式を継承しながらも新しい絵画の領域が誕生したのである。世界美術の中の日本画の位置づけはまだ確立していない。今までの大和絵や浮世絵と同列に認識されている。位置づけがしっかり確立するように世界に向けて啓発していく必要がある。 中期縄文器物最初の日本列島の住人である縄文人は狩りや魚老を生活の中心に据えた狩猟民であったが、後に集団農業を行い、日本各地に大小の集落を形成した縄文という名称は彼らの土器に刻まれた縄の模様にちなんで付けられたものである縄文人は縦穴住居に住み、食べ物を料理したり貯蔵するための土器、土偶や 翡翠やメノウによる装飾品を作っていた。次にやってきた移民集団は弥生人である。彼らは紀元前350年頃日本に到着し、水田稲作の知識、銅武器と銅鐸の技術、ろくろで作られ乾燥炉で焼かれた陶磁器の製作技術をもたらした。ありがとうございます。